みなべ町羽田にある愛の園保育園。こちらの保育園では14年ほど前から子どもたちとおじいちゃんやおばあちゃんとの交流を目的とした取り組み、名付けてエコマゴジーを月1回ほどのペースで続けています。この日はエコマゴジーの中でも中心的な活動となっている海岸での清掃活動が行われました。参加したのは3歳から5歳までの園児とおじいちゃんおばあちゃん、それに保育園の職員の合わせて50人余り。保育園のすぐ近くにある海岸まで出て、流れ着いた空き缶やいろいろなプラスチックごみなどをみんなで1時間ほどかけて集め、海岸をきれいにしていきました。愛の園保育園のエコマゴジーでは、この海岸清掃を中心に野菜を育てたり、昔ながらの伝承遊びをしたり、食事会をしたりと、さまざまな形で交流を図っているということです。で、2007年に、毎月周りのゴミを拾ってみようかっていうようなことが始まったんです。で、その頃ウミガメの守る話とか、そういう環境を守る話もちょうど出てきてて、そういうところから始まったんですけれども、エコマゴジーっていう名前にしたんですけれども、エコロジーっていう環境を守ろうということと、でおじいちゃんのエコジーですね、で孫の孫ということで、エコロジーをまず文字ってエコマゴジーっていう名前にしてスタートしたんですけれども、父兄の方と一緒にする行事も楽しいんですけれども、おじいちゃんおばあちゃんとしてもらうというのはまた違う意味のほっこりした感じで、なんかぬくもりのあるのを子どもたちが肌で感じてるなっていうのを感じるところですね。このいつでも卒園の時のメッセージに、この大きな海を目の前にして、一つ一つ拾うちっちゃな活動だったんですけれども、それはとっても大きな海、世界を守る大切なことだったんだよっていうことを、知らせているところなんです。で、それをボランティア精神というんですかね、こういうことをしたなっていうのが心に留めて大きくなってもらえたらなと思っています。海と日本プロジェクト in 和歌山県は、日本財団が推進する海と日本プロジェクトの一環として取り組んでいます。海と日本、最後までご覧いただきありがとうございました。海と日本プロジェクト in 和歌山県の SNS チャンネル登録もよろしくお願いします。